ザース、ゴブリンズの山です。ジェンです。今回はアンドロさんの、はい、何ラザンタシリーズ3種類を紹介なんかな。結構 YouTube でいろんな人がね、R系の動画を結構出してるやんか。浜川くんが結構髪の毛赤にしたりとか PR しようとしてるの。赤、うん、論文やん。髪のちょっとあのメッシュの赤みたいな感じにしてんねんな。で村さんと動画撮って本音でどうでとか、そういう動画結構出してるんや。それはなんか協力しなあかんなと思って。矢坂さんが例えばそういう Z のこういうことをしてるんですよとかやったら俺も協力しなあかんし、アンドレからしたわけじゃなくて、まあコロナの影響で結構売れへんとかいっぱいあるやんか。まあ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 ね、そうやったらちょっと協力しようよみたいな感じ、媚び打った感じでいいよ。得意な、うん、媚び打った、うん。コメディマーケットで紹介するときって、まあ、アンドロさんの公式ページとか結構見るやんか。だからあれ文字だけじゃなくてやっぱ聞かなあかんと思う。実際に見て、浜川くんとかやってるやん。はい、オーラだって何もなしやん。せこない、なんかみんななんかそういうアンドロと一緒にやってさ、メーカー出してさ、ちゃんとした説明を受けてるやん、レクチャー受けてるやん、まあまあ、オーラ全くやん。だからこそなんか率直な感想でいいんじゃない。それはそれで、あ、なるほどな。逆に俺らも聞こうよ。はい、逆に言ったら誰にいいっすか。社長電話するんですか。いや分からん、今日日曜やんか、休みやろ。まあほんまに出るか分からへん、連絡もほんまにしないし、メーカーさんの人が出ていいか知らんけどさ。完全に打ち合わせなしですもんね、うん、それやったら一回挟もう。誰の例の。上松に電話しよう。で、R53 と R48 の違いを聞こう。53と48。あ、48を聞きたいから、R48 と R47 の違いを聞こう。あ、エナジーセルが入ってる入ってないっていうあれで聞こう。上松電話しよう。どっちが行く？順行ったら今回。どこ行きますか。うん、知らんのって電話して、まあ、ここ藤井寺店やからさ、はい、藤井寺に電話したらバレるやん。あ、下聞こうぜってなるけど。それやったら音がなんか。はい、電話ありがとうございます。プロショッピングです。あ、すいません、ちょっとお聞きしたいことがあるんですけれども。いや、純ちゃん。聞いて。前やったっすもんね。そういうことなるよな。行くよ。出へんかったらごめんな。これで終わろう。まあしょうがないです。うん、マックスですか。マックス。あ、粘らないっすね。粘らん、俺はテンパチやから。うん。どうしよう、他。まあ、だって情報聞けてないもんな。はい、そうやな。あ、ジョージ。あ、もしもーし。もしもし。お疲れ様です。今お電話大丈夫ですか？大丈夫です。今動画撮ってるんですよ。はいはい、今撮ってるんですか？はい、それでまずどういう動画だけか内容を伝えていいですか？はい、はい、R48 と R53 の違いっていうのをショップの方にお電話に聞こうと思ったら、こっちに問題がありまして聞けなかったんですよ。なのでよかったら説明をジョイさんがしていただけないかなっていうお電話を。どうでしょう。あ、僕がその、お電話でお伝えする。はい、お電話で大丈夫です。あ、いいですよ。これ動画にしていいですか。大丈夫ですよ。ありがとうございます。お疲れ様です。では、です。
今手元に R53 と R48 があるんですけど、この大きな違いっていうのを教えていただけたら嬉しいです。はい、違いはですね、もう簡単に言ってしまうと、はい、スポンジの硬さだけです。硬度を少し、R53 だと本当にトップ向けっていう形で作っている硬いものだったんですけど、はい、それを単純にちょっと柔らかくして、中級上級者の方たちが扱いやすいコードに下げた、その違いだけですね。あ、それだけですか？それだけです。他は何も変わらないですか？あとは全部 R53 の性能そのままに付いてます。はぁ、なるほど。はい、今隣にね、山本拓君がいらっしゃるんですけど、はい、なんか質問あるみたいなんで。あ、はい、どうぞどうぞお願いします。こんにちは、ゴブリンズのヤンマです。お世話になります。お世話になっております。あの、はい、R48 と R47 の違いを教えていただきたいなと思いまして。はい、R47 と48の違いなんですけど、はい、スポンジが大きく違います。はいはいはい、もともとのその R47 の方は反発力に優れているというスポンジを採用してるんですけど、この R48 の方にはエナジーセルって、まあ、僕らは呼んでいるスポンジ構造の気泡を搭載したものに、リニューアルさせてるんですよ。で、このエナジーセルというスポンジの気泡構造っていうのが、まあ、基本的にそのトップ選手であったりとか、かなり感覚がこう世界でもトップ行く人たちが、まあ、いろんなテストをする中でこのスポンジ構造、この気泡構造が好きだというものをテストした中で、まあ、大体、まあ、アンドロの調査ではこのエナジーセルの気泡構造を好むトップ選手が多いと、いうことで新しい気泡構造を開発してそれを搭載したものを発売した。これが R48 です。なるほど。お、はい、なるほどな。すげえ。あ、もう一人いてるんですよ。え、今、はい、今僕と、はい、山本拓君とあともう一人メンバーいてて、はい、自己紹介お願いしていいですか？あ、こんにちは。こんにちは。ゴブリンズのジュンです。あ、皆さんこんにちは。初めまして。あ、質問あるんですよね。質問ですか？どうぞどうぞ、もし何か聞いてください、この機会に。なんで、はい、R47 だけ、はい、この3つのラバーに比べてこの R47 の数字が緑なんですか？パッケージ的なお話ですか？はい、これはちょっとデザイナーの方と、はい、マーケティングの部門の、判断でそういう形になっているので、ちょっと私がお答えできるかなんですけど。あ、なるほど。揺れてる揺れてるカメラが。ありがとうございます。すいません。まあ、そういうことですよ。大きくね、違うのはやっぱスポンジが違うっていう。え、シートも違うんですかね？大きな枠でいくと、同じっていうふうに捉えてもらって大丈夫です。あ、なるほど。全部が丸々一緒かって言われたら違うんですけど、はい、まあ、本当の大きいこう違いでいうとスポンジの方に今回は、圧倒的に進化をさせているっていうところなので。わかりました。はい、じゃあちょっと PR させていただきます。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも失礼します。失礼します。失礼します。あー、え、初めて喋った？僕初めてです。どう、印象、第一印象？やわりしてるな、うん、声の感じ的に、うん、僕らがこう丸くなったんかなっていうやつが単純にこうスポンジが硬いやつから柔らかくなったっていうだけらしいです。以外何も変わらんと。ただこの47から48は大幅に変わったみたいなね。そうですね、だって挟んでるっすからね、こいつを、うんうん、あ、なるほどね。こいつ挟んで最後に出てるから、うんうん、今一番新しい状態。一回使ってみるのが一番早いよな。まあ47行くよりはもう48使えって話かなと思う、うんうん、それはもういろいろ使うんやったら一回48使ってそっから落としてってもいいんちゃうと思うし、硬かったらもう53いってもいいし、うん、硬いのがいいとか。重さって平均どうなんやろな。そこまでブレへんとは言うんだけど、ドイツ製からブレんねやんか。まあ詰まり具合にもよるっすけどね、うん、
だから48でもさらに柔らかいのがいいんやったら軽い方がいいしさ、やっぱり、うん、それ選んで、そこまで大差ないって、まあ、言う、まあ、聞いたけど、あれやつ全部店の測って、あ、確かに確かにして、うん、でもう軽いのこれって選んだよ、うん、重いのとか、そうやな、うん、まあ俺も48の動画出してるから、まあ、よかったら概要欄にね、はい、あるんで、よかったら一回見に行ってくださいということで、はい、いいですか、はい、はいはい、では今日はこんな感じで、はい、はい、バイバイ、バイバイ。でもな、アンドロってな、ほんま、いいラバーやねん。やねんけど、みんな使わんのよ。そうっすね。まあ、だから他には勝ててないってことでしょ。いいラバーやけど。先入観みたいなとこじゃねえ、うん、いや、それはある。先入観がある。一発屋ラバーっていう、うん、いう印象がでかいんよ。うん。だから一発芸人みたいな感じやねん。あー。印象がな。もうそれは出さんたときはそうなんよ。出したときに。だからそこの先入観があるから今回この R48 は全然違うから庶民だからみんなちょっと手なじっぽいとか言うやんか、うん、言いたいことは分からんでもないでも、うん、でも手なじではない。すごいっすね。硬さちゃうだけでそんなに変わるって。そうやね。すごくないですか。すごい。こっから多分 R47 とか6とか5とか3とか出てくるわ。まあ、ほっとってもそんな刻むっすか。あ、刻むよ。アンドロはもう刻みたらしゃあないから。刻んだところで結局振り幅あったらこっち一緒やん。一緒やん一緒やん一緒やん。だから何か変えなあかんのよね。だから全部5ずつさ、さあ言うとこだ。うん、分かる分かる。5度ずつ種類分けしたりとかしたら、うん、まだ振り幅あったとしてもなんか成立しそう。あ、隣り合う数字はきついんちゃう、これとこれとかやったらもう、うん、だからかなり振り幅変えなあかんと思う。もっと柔らかくするとかな。3はいるんちゃうって思う。ああ、そうやな。うん、せめて。確かに確かに。この下出してほしいよな。そっちの方がウケると思う。48はまだ硬い。35度とかあったっけ。35って32やったかな。32、37、42とかそんなんやったもん。ああ、だからもう一個下多分出てくると思うわ。ターゲットプロも出てくるから多分もうちょっと柔らかいの来るんちゃうかな。まあ、今後にもまた期待ということで、はい、今ちょっと話題のラバーやから一応、はい、うん、そうですね。一番新しいでしょ。一番新しいし今一番騒がしてるラバー。騒ぐぐらいやったら買えよっていう、うん、まあまあまあ、うん、っていうとこやね、うん。まあ俺らも何かといろいろ騒いでるけど騒ぎ方が違うから。博士ですか。終わろう。ごめんなさい、うん、これ終わろう。まだゴーグル入れとくから。じゃあそんな感じです、はい、今後もアンドロお願いしますということで、はいはい、今後もゴブリンズよろしくお願いします。お願いします。アンドロ誰も今後もアンドロよろしくお願いします。なんでゴブリンズよろしくお願いします。ゴブリンズのことをよろしくお願いします。違う違う、アンドロアンドロ、まあ、よかったらアンドロも使ってくださいみたいな感じで。でも俺は安かやけどなっていうのを最後挟んでくれたらそれで落とそう。いい落ち。そうそうそう、いい落ち作ろう、うん、あ、お願いします。俺も一応言うんですよ、うんうん、はい、これからもアンドロさんの方よろしくお願いいたします。お願いします。